スノーキーの FX 企画攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では FX 投資での大損と退場の分かれ道ということでお話ししていきたいと思います。はい、2015年8月から9月にかけて急激な株価や為替の変動がありました。まあ、いわゆるチャイナショックと呼ばれるものなんですけども、私もね、FX の方で、損失が出てしまいました。はい、まあそのちょっと前の利益全部飛ばしてしまったんですけども、残念ながらですね、大損以上退場された方もいらっしゃるようです。まあ、退場というのはですね、まあ、資産を全て失う、あるいはもう借金ができてしまって、次チャレンジできてしできない。ただ大損レベルであればですね、またコツコツ取り戻すとかね、調子が良くなってきたところでまたどんどんこう資産を増やしていくっていうことができますけども、もう退場になってしまうとそういったチャレンジができなくなります。私も投資生活、もう10年ぐらいになるんですけども、何度も大損というのは経験していますけども、なんとかね、退場までは至らず、はい、やってこれました。でですね、まあなぜ退場してしまうんだということなんですけども、そのつながる理由いくつかありまして、まず一つ目ですね、過去の浅い経験でのみ判断する。まあ人っていうのは基本的にですね、自分の経験で判断しますよね。まあそれ当然のことなんですけども、まあそこでですね、自分が今まで見たことのないもの、見たこともない、まあ今回の場合ですと相場ですね、そこで、まあ1円下げた2円下げたで、あ、これ安いで買い向かってしまう、あるいはこんなに下げるわけないだろうとか、こんなに上げるわけないだろうということでね、売り向かう、買い向かうことをしてしまうんですけども、これ実は間違いでですね、何これ見たことないなって思って休むっていうのが正解なんですね。私の場合、サブプライムローン問題、あるいはリーマンショック、株ですと、まあ、ライブドアショックとかね、あと、欧州の信用不安問題、ギリシャ動向っていうところを見てるので、きつい下げ相場っていうのを何度も見てます。なので、あれこれもしかするとっていうふうに見れるんですけども、アベノミクス以降に始められた方、つまり上げ相場ね、上昇相場しか知らない方にとって、まあ、今回のような下げっていうのは、多分ね、おそらく見たこともないようなものだったと思います。まあ、ただそれを超えるほどのまた、きつい値動きが、最近多くなってきましたね。1日1000円、日経平均が1000円動くとかっていうのが、はい、まあ、昔ですと考えられないようなことが今は起こりうる。まあ、そういった時はやっぱ休むっていうことが大事かなと。あと、過度なリスクを取っている。はい。1回の取引で、全て失ってしまうような、取引をされている。まあ、FX の場合は、レバレッジ25倍に規制されましたし、あるいは、強制ロスカットという仕組みがあるのでね。まあ、借金が出るような取引というのは なかなかまあ、はい、なりにくいんですけども、まあ、窓も開けないですし、ただ、株のね、先物とか、そういったものは窓も開けますし、はい、下手するとね、借金ができてしまう可能性もあります。はい、なので、まあ、1回の取引ですね、全部失うようなことはやめると。はい、で、あともうここですね、やっぱり損切りがそもそもできない。はい、あと逆指し値を設定していない。これね、勝ち続けている人、例えば上昇相場のみしかやってない人で、まあずっと上がっていってます。で、多少下げてもですね、我慢しても助かるんですよね。なぜかというと相場が上昇相場なんで、多少含み損抱えても我慢に耐えられる。ただ、そこでとんでもない、暴落が来るとですね、はい、強制ロスカットになったりとか、あるいは借金ができてしまうので、損切りっていうの絶対しましょうと。あと逆指し値っていうのも絶対設定してくださいよということを本当何度も言ってるんですね。はい、まあ、この3つで、あと休むも相場です。先ほども言いましたけれども、専業でない方、プロでない方ですね、無理に取引する必要はないです。相場が安定したところでやればいいかなと思います。そして、これだけ一つ、覚えておいていただきたいんですけども、相場がいつも正しいです。自分が正しくって相場が間違ってるっていうことはないので、1日に、日経平均が1000円動こうが、米ドル円が1日に5円動こうが、それは相場の方が正しいんだということで、まあ、そういったリスクっていうのは常にあり得る。だから、逆差し値設定する、あるいは損切りをきちんとするということで、もし5円下がってね、損切りして5円戻って、あー、これだったら我慢した方が良かったなっていう考えは私は間違いだと思います。はい、そういう、我慢っていうのは一回その成功体験として
覚えてしまうと、また今回も助かるんじゃないかっていうね、経験につながるので、私はあまりね、好きではない考え方です。ということで、ちょっと、長くなりましたけども、まあ、今回ね、こういった寝起きあったので、こういった動画も上げておきたいと思ってお話ししました。週末には週末恒例、来週の戦略、そして FX、バイナルオプション、システムトレードなど投資に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。そして私のブログはこちらの2つありますので、こちら2つの検索キーワード、もしくはこの動画の解説欄に、掲載されております URL よりご覧ください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。